トーマス・バウマーイン2012トーマス・バウマーは、スイス・フリブール州出身の経済学者であり、異文化適正と性格検査の専門家である。彼は、特に、ドイツ語圏で、予備人格と能力適正の用語を普及させた。トーマス・バウマーは、オーストリアのフェルト・キルヒにある、イエズス学校のステラ・マ・チュチナに通い、スイスのチューリッヒにある、チューリッヒ応用科学大学で、 ビジネス経済学を専攻した。彼には妻と一人の息子がいる。1986年から1999年まで彼はスイス航空の訓練センターの事業部長を呼び、総支配人の代理者として勤務した。彼は2000年に設立されたシスビー研究所の設立者権議長であり、2010年から多言語会社による合同事業のための国部部門を立ち上げた。 バウマーは今まで500回以上の英語とドイツ語とフランス語とスペイン語による査定と指導と研究と講習を海外で行ってきている。彼は予測人格と能力査定の正確査定の方法として知られている潜在分析及び人物の能力と才能を立証する方法だけでなく目標達成に影響する必要不可欠な時間的及び場所的条件と状況を 単純化できる本質的要素の普及と発展に貢献した。ありがとうございます。